チャス。タチャンネルは初です。あ、タチャンネルお邪魔してる岡正恵です。お願いします。ちょっと今回はい、ニファンドゥさんとコラボっていう形で ありがとうございます。本当に最近テニスやる人から声かけてもらってて超幸せです。ただのあのテニス上手くもないただの岡正なんですけど、今日もあの何でもやりますけど、どうしますか今日は。うちの目玉っていうスタッフがいるんですよ。目玉級にイケメンってことですか。目玉系のイラストを描くのが好きなんですよ。でそいつにドッキリ仕掛けたいんですよ。はい、2人で松田さんが、バックハンド教えてもらいながらちょっかい出してほしいんですよね。イケメンだったらいいの。まあでもブスの方が触れるかな。一応イメージで言ったら錦織健いきます。微妙すごいイケメンではないですけど、まあ、あのちょっとお世話になったことあります。あの夜 の, あのおかずになんか写真によってはいけるときありません、ね、錦織選手、まあ、なんとなくちょっとさじ加減見極めながら、でもちょっと頑張ってやってみます。いくらでも触ってください、はい、お願いします。じゃあ、じゃあちょっとこっちも楽しみです。ちょっと頑張ってやってみます、できるか、はい、じゃあ本編でお願いします。はい、よろしくお願いします。見てください、しっかり最後まで。せっかくあのタッチャンネルさんとコラボさせてもらってるんで、ちょっとあの PR っていうか、人にテニス教えるのちょっと上手いんですよ。テニスは下手なんですけど、教えることに情熱を持ちすぎたんでテニスコーチクになったんですよ。あのちなみにバックハンドやったの？あー、この方が得意です。ちょっと教えてもらえる機会があるならぜひ。でもすごいなんか初心者の人からあの向けな感じでやるんで、いろんな人に見てもらえる、はい、思います。お願いします。まあ、形も整えながら、手のひらでボールをこう飛ばしてほしいんですけど、これあの左の二の腕が使えてないとボール飛ばないんで、それをやってみようと、やってみてもらいたいんですけど、まずそれでネット越そうともらって思ってもらっていいですか。その後ちょっとあの形整えていく。じゃあ3球ぐらいで、はい、ちょっと左手でネット越そうと思ってやってみます。すいません、上に上がってないんですよ。だからネットの加工してくるじゃないですか。ボール左の腕を上にもっと上げてください。オッケー、一回交代して絶対行くかな。上まで上げて、もっと上まで形整えていくんで、今からボール飛ばした後止まってもらいますから、目玉くんに先にやります。あの体大きいから多分分かりやすいと思いますけど、終わったらちょっと止まってください。1、2、3、そのまま止まってもらって、あのね、ちょっと寄ってください。ポイントね、下から順番に行きますけど、このもっと上でいいです。太ももはちょっと曲がっててほしいんですよ。だから初めからできてます。で、ここの次、右腰と左腰が回ってこない人が多いんですけど、右を超えるか右と並ぶくらいまで来てほしくて、これは汚いんですけど、上がって、あの手のひらが、ね、耳のところに行くくらい上がってほしくて、だからすごい今いい感じです。俺の方が優秀だった。自信ない？あ、じゃあバックどんな感じですか？なんかこう、も自然と、気持ちいい感じ。苦しそうじゃない、なんか。なんでこんな不自然な人初めてなんだけど。そこに持ってってくださいね。はい、あ、そう、あ、えらい。もっと気持ちよくなってください。あの、怖がらないでください。リラックスして、なんか、ここ、上がってもらって、あ、気持ちよくなってください。ついに、あの、声が漏れました。そう、今くらい、ちょっとこれくらい柔らかく打てるように。腕は悪くない。あ、綺麗。左腕大きいですね。なんかでも体のリラックス感はいいですね。もうかなり楽でしたよ。そうですね。じゃあ出来上がったところで結構立派です。結構立派です。いい感じになってきました。いい感じになってきました。そして無抵抗です。ここまでやれちゃいました。あの私もちょっと半分くらい育ってきました。タッチャーのここどいつまで揉ませてもらえるんですか、これ私なんか犯罪者っぽいんですけど。ちゃんと言ってください。何があったのか。一応ドッキリです。教えてもらう体で痴漢がエスカレートしていくし、どこでお前が突っ込むのかなっていうのをちょっと待ってたんだけど、最後まで行っても大丈夫ですか。最後まで行けたっていう、なんかこれもまた複雑。あの普段レッスン中ここまでやらない。普段はあの
これくらいしかしないです。あの目で攻撃するくらいしかしないですよ。あのイケメンとかいた時とここまでやらないんですよ。頼まれたからやったんですよちょっとねうまくいったのかうまくいったと思うんですけど、うまくいきったやりきったんで、マジ分かんなかったっすよ最後のこれ行くまで。多分分かんなかったんじゃない最後の。もうでもピンときてなかった大丈夫ですか。全然すいません、なんかすいません、あのそれ以上のことはあの映像ではないところに誘ってもらえれば何でもやるそういうのは頼まれたらやります。何でもとどまないんでということで、はい、あのごめんなさい、かわいそうまあ、とりあえず今回はあの目玉にドッキリということであのやってきましたけど、あの意外と何とも思ってなかったんで、はい、うまかったよと思いますよ流れ的に流れが完璧だった、はい、僕もちょっとバック教えてほしかったちゃんと教えられるんですはい、じゃあ今回はこのところで終わりします。ありがとうございました。